これにします。はい、こちらでよろしいですか。はい、盆栽タピオカミルクティー。はい、産直感ミルクティーの M で。何これ、すごいじゃん。盆栽ミルクティーでございます。みたいになってる。おすすめでございます。これ普通のタピオカね。ゼリー入ってる。またでこっこ。そうじゃない、これはもう普通のレモン。せーの、ケビー。爽やか。じゃーん、イケアとユニクロで買い物をしました。いっぱい T シャツ買ったの。普段イケアもユニクロもあんまり行かないので楽しかったです。原宿散策します。基本的に人間以外の生き物怖がります。大げさ、マジ大げさ。まずは森系のポーズで3枚。ちょっと待って、やい、ねえ、リップ塗ってないよ。次は顔編集用の画像選択。もうでかい。顔編集ブースへ。あっち行くんだ。これみー、かわいいね。やだ。あ、重いね。もうほぼ閉まってる。しんちゃんみたい。これめっちゃかわいい。え、これ良くない？しかもさ、これさ、こうやってぶら下げれるってこと？え、いいじゃん。ホッパの色がかわいい。ちょっと待って、全く想像できないんだけど。くっそおもろい。やった。てかさ、これ超便利。このイケア、ね、これに全部ぶっ込める。ありがとうございます。ケピーうちらさ、タピオカ飲んでさ、ジュボーンって食べてさ、めっちゃ腹で満喫してない？観光的だね。はい、こんな感じで原宿を散策しました。いっぱいね、買い物もできて、原宿にあんまりプライベートで来ることもないので、すごく楽しかったです。学生時代にね、こういうとこ来たかったなって思いますね。はい、充実した休日でした。